はい、こんにちは、キソです。今日は、見てこれ。今日はね、理想の朝食っていうことで、ちょっと朝早く起きて、で、朝のうちにね、もうトレーニング終わらせちゃって、で、なんか朝食っぽいものを食べたいなっていう発想から、今日はね、おにぎりを3つ。これね、全部でね、おにぎりどれぐらいだろうな、3合を炊いて、ちょっと余ったから、まあ、3合ないぐらい。まあ、約3合ぐらいの、3合分のおにぎり。これ1個1合分のおにぎりと、ウインナーをね、もうとりあえず大量。卵焼きをとりあえず大量。で、これが、マッスル餃子ね。マッスル餃子。マッスル餃子ってね、脂質も超少なくて、タンパク質が多い餃子だから、まあ、減量とかね、あとはボディメイクにも使えるんで、下の概要欄に購入サイトは。貼っておくんでチェックしてください。ねえ、ジェイ。ジェイ、おはよう。ジェイ、おはよう。まあ、とりあえず食べていこうと思います。いただきます。まあ、今日はただね、朝食を食べる動画。卵焼き。これ全部ね、スーパーで買ってきたの。うん。うまっ！スーパーのこういうね、だし巻き卵好きなのよ。うん。おにぎりね。うん。おにぎりうまいな、やっぱ。ウインナー久しぶり食べる。マッスル餃子は安定でうまいね。やっぱうまい。今日はね、海苔の味噌汁、海苔。やっぱこういう汁物があるとさ、ちょっとなんかホッとするよね。安心するっていうか、なんか満たされるよね。おにぎりがマジででかいの、これ。もうしかもね、ちょっと崩れそうなんだよね。うん、おにぎりうまっ。でも今日ね、卵がなんかね、朝一セールしてて超安かったの。1パック100円だったかな。結構安いよね。うん、ジェイが食べたくて仕方ないんだ、これ。
うん、うまい。喉にね、詰まりそうだったよ、めっちゃめっちゃ詰まるかと思った、びっくりした。うん、うまい。やっぱウインナーうまいね。久しぶりに食べたけども、いつぶりだろうね、ウインナーなんて自分でね。今日は茹でたっていうかボイルしたんだけど、久しぶりだな。ウインナーなんて買わないからね、普段ね。まあさ、朝一だからさ、朝一っていうか朝トレーニングして帰ってきたばっかりだから、もう正直さ、頭が全然回ってないの。何喋っていいか全然わかんないもん今。卵焼きうまい。まあね、ウインナーもね、結構パリパリなの、周りの皮が。だからうまいよ、これ。うん、温まる。味噌汁やっぱ温まるね。温まるっていうか、もう暑いんだけどね、今。今日は暑い。お腹いっぱい。
うん、完食です。ちょっとね、朝一にしてはちょっと多すぎたかもしれない、ね、今日の量は。朝一にしてはなかなかお腹に溜まってますね。ちょっと食べ過ぎない感じはあるんだけど、まあ朝一ね、朝から活動するとやっぱり一日が長く感じるから、まあなるべく早く寝て早く起きてね、今日は活動しようかなと思います。まあたまにね、おにぎりにすると気分転換にもなるからね、普通のもりもりのこの山盛りの米もいいんだけど、まあおにぎりもたまにやるとね、海苔とか巻いてね、気分転換になるんで、まあもしよければ皆さんもやってみてくださいって感じで、今日もご視聴ありがとうございました。じゃあねー。